さんこんにちは。今日は銀座に来ています。これから髪を切って染めて、そしてその後百貨店でアイブロウを買って時計の修理をして買い物をして帰る予定です。今日の目的地銀座はここにあります。電車に乗って銀座に到着しました。江戸時代の初期にここで銀貨が作られていたことから銀座という名前がつきました。美容院までまだ少し時間があるので百貨店の屋上で休憩することにしました。ここあまり人が多くなくて結構穴場ですよ。さて美容院へ向かいましょう。こちらの美容院、私がいつも利用しているエアーという美容院で、以前この店長さんと一緒に動画を撮ったこともあります。美容院で使う日本語について紹介しているのでぜひ見てみてください。さて、これから百貨店行って買い物をします。三越のライオンもまだマスクをしていますね。エスカレーターに乗って地下1階へ降ります。これから化粧品売り場でアイブロウを購入します。続いては時計売り場。もちろん時計を買うんじゃありませんよ。ここにある修理センターで電池交換をしてもらったのでそれを取りに来ました。さて最後はここデパ地下です。だいたいどの百貨店でも地下にこのような食品売り場があります。今日は私はパンを買いに来ました。さあ買い物も終わったので帰ります。はい、ということで今もう家に帰ってきました。ここは台所です。この後ろにあるのが今日デパ地下で買ったパンです。今ねご飯を作ってるところです。これはこの間軽井沢で買ったチーズです。残ってるこれも一緒今日買ったコーンパンも食べます。